はい、皆さんお疲れちゃんでございます。ラバちゃんでございます。ということで本日もですね、ラバちゃんの実写動画やっていきたいと思います。はい、こちら目の前にございますステアリング、まあ今使ってるガヤハンとですね、こちら、OMP のねステアリング、なんとこちら視聴者様から、プレゼントをいただきました。ありがとうございます。Gさんですね、Gさんありがとうございます。間違って買っちゃったんですけども、使いますかっていうメールをいただきまして、はい、でこれな、まあじいさんのちょっとやってみてくださいっていう企画を今日ちょっとリクエスト企画ということでやっていきたいと思います。はい、こちらの OMP のハンドル、ちょっと分かりにくいかと思うんですけども、こうやって見るとでかいですよね。ガヤハンより明らかにでかいと。でガヤハンは、32ファイで、こっち35ファイなんですよ。なんで直径がこちら35センチ、350ミリですね。でガヤハンは320なんで、32センチということで、まあ、俗に言うですね、一般的なハンドルっていうのは350ミリなんですよ。なんで売ってんのはこっちの方が多いんですね。で320ミリのハンドルっていうのは結構市販だと少ないんですよ。はい、でただ SIM に最適って言われてるのは32なんですね。はい、これは、まあ、SIM のゲームする上でやっぱりハンドル大きすぎるとちょっと使いにくかったりとか、あとセルフステアのスピードですね、はい、そちらの方が不利になるってことで32センチの、ハンドルが一応一般的とされてるんですけど、買う時に悩むと思います。はい、今回ちょっと私ですね、35センチのですねステアリングちょっと触ったことが今までないので、はい、ちょっと今回はですね、こちらの35センチのステアリングをちょっと触ってインプレッションしていきたいなと思います。はい、でこちら OMP のハンドルなんですけども、ディープコーンとなっております。でディープがですね、多分ガヤハンと一緒だと思うんですけど、 75mm ディープとなっているんで、まあほぼガヤハンと一緒ということになってますけども、私今回からですね、重さも測っていこうかなと思います。買いました、ちゃんとこういうやつ。はい、重さがですね 932g なんで、まあ 1kg はいってないけどもみたいな感じですね。これが重いのかどうかは分かりませんけども、はい、ちょっと比較対象としてですね、デフォでですねモザについてたこちらの、32パイですね、32パイの全然違くない大きさ、こうやって見るとディープコーンじゃないんですけどね、ディープコーンじゃない、これ32なんですけど、32のモザの、1000円ハンドル、こちらの方ですね、ちょっと重さも測っていこうかなと思います。どれぐらいなんだろう、マジで972っすね。なんで、40g ぐらい軽いのかな。 OMP の方がでかいのに 40g やっぱ軽いというところで、でガヤハン今ちょっと外してみました。ガヤハンもちょっと測ってってみましょう。持った感じガヤハンが一番軽そうな気がする。964g っすね。なんで OMP が一番軽いという結果になりましたね。30g 以上 OMP が軽いということで、ガチの、まあ、レースで使われてるっていうハンドルだけあって、まあただ30g なんで、1円玉30枚ですねの誤差なんで、まあ誤差って言える範囲だと俺は思いますけどね。はい、ガヤハンの場合はやっぱこう裏手とかにこう指にフィットするようなこの削りが入ってたりとか、いろんな付加価値がかっこいいっていうのとかね。で私今回ちゃんとこのノギスも買ってるんで、こういう感じでちょっと測りもね入れていきたいなと思います。このハンドルのグリップ径もちょっと今回は測っていこうかなと思います。 29mm っすね、ガヤハン。手の大きさとかでも違うので、よいしょ、ハンドルのここのグリップの径っていうのは一緒なんだと思いますかね。大体29。モザ太いっすね、モザ32っす。なんで大体 3mm 太いっすね、 3mm 以上か。モザー太いんですね。まあ太い方が、まあ、あとモンスターここ削り入ってますね、ここも意外。
だモーザーのなんか元々ついてるこのハンドルも結構いいってことですね。ちょっと重いけど、うん、かなりいいと思う。ディープじゃないけどね、はい。ただ OMP のこちらのハンドルは径が、3センチ径がでかいハンドルにもかかわらず、ガヤのハンドルよりもこちらモザのデフォのハンドルよりも軽いと、 30g 軽いということで、遠心力等々もあるとはもちろん思うんですけども、軽さではもうダントツで軽いハンドルとなってるんで、32のディープコーンとかめっちゃ軽いかもしれませんね。はい、ちょっと興味があります。はい、ということでちょっとベースにつけてみました。かっけえ、これはこれでかっけえ。あとスウェード地なんすよ OMP これ。なんでまあグリップっていう点ではかなりいいっすね。はい、まあ、PU レーザーも俺好きなんですけどね、スウェードはスウェードでレーシーっすね。かっこいいスウェード、高級感がやっぱスウェードってありますな。まああとちょっと大きさに関しては、まあ、あでかいっすね。こうやって見ると分かりますけどだいぶでかいっすね。35センチやっぱでかいわね。ガヤハンめっちゃちっちゃく感じるもんね。まあ、この大きさがどういう風にちょっと出るかですね。ドリフトとかはちょっと大きいハンドルの方が操作しやすいと、カウンターとか当てやすいっていうのはよく聞きます。でサーキットとかグリップとか、まあ速く走るコンテンツではやっぱりGT カーとかね、どんどんハンドルの径ちっちゃくなっていくっていうのももちろんありますんで、フォーミュラーハンドルなんて径ちっちゃいですからね、あれね、上半分ないとか D 半とかね、うん、なのでまあ高速で走る競技に関して言うとやっぱちっちゃい方が良くて、ドリフトではやっぱりこっちのでっかい方がやりやすいっていうのはよく言われておりますけども、ちょっとまあグリップドリフト両方ですね、ちょっとこちら使って走っていきたいと思います。はい、ということで今設置してみました。やっぱハンドルだいぶでかいっすね。これ俺の今目線なんですけど、ハンドルの上部分が画面に結構入っちゃってると、まあ、正確に言うとこれぐらいかな。はい、これぐらいが今俺の本当の目の前に今カメラがある感じですね。はい、こんな感じの画面の切れ具合ね。なんでまあちょっと座布団をなんか下かなんか入れるかして上に目線をこう持ってくれば、これはもう座高とかあると思いますけど、俺だと今本当こんな感じ、俺のポジションだと。なんでちょっとまあ下の半分ぐらいはここにディスプレイなんか置いて速度計とか見る分にはいいけど、画面上に出す時にはやっぱりちょっと右側にこっち側に置くっていう感じですかねこれ。ああでもギリギリ見えますね。こんな感じで俺の目線からだと右目でちょっとこうあそこの速度計が見えるみたいな感じですね。なんで人によっては、これをまたこう持ってきてあげたりとかして視認性を良くしてあげるとか、なんかそういう調整、はい、持ってくるっていうのありかもしれません。見た感じはだいぶかっこいいっすね。はい、いつもの感じだとこんな感じ。この OMP が OMP のマークがちょっと見えないかもしれないですけど、かっこいいスウェードね。ということで、まあ、ちょっと一回首都高を走っていきたいなと思います。ちょうど今首都高来てますんでね。はい、ということで今首都高をやってまいりました。はい、で今ちょっと一つ感じたところがですね、32インチのステアリングで、このベースもモザが32インチなんで32インチで設計されてるんですよ。なので35センチのハンドルでやるとパドルシフトが遠くなるんですよ。なんでまあパドルが使いにくいっていうのが一つ。はい、であとハンドルが大きいのでやはりプレイしてる時の画面あれがですね、結構下の部分が見えなくなるというところで、これちょっと俺もボンネット視点だからまだあれなんですけど、室内視点とかだと結構やりにくいのかな。そうですね、見えませんね、ちょうど見えない、メーター類がちょうど見えないですね。なんで別にやっぱり出して
見るっていう感じ。ただあのダッシュボードで、ダッシュボードの部分にちょうどハンドルが来るんで、その点は見やすいのかなと思います。で、まあ、ハンドルが大きいので、その分こうハンドル切った時の距離が、まあ首都高だとそこまでハンドル切らないんであれなんですけど、やっぱ峠とか行った時に結構ハンドル切るっていうのは出てきますな。多分ここに関しては結構違いが出るかもしれません。まあ意外に運転しにくいっていうのは特にないですね。まあ大きいなって感じ。まあ32使ってたからですけど、そうっすね、そこまで首都高だったら変化は感じないかな。まあハンドルが大きいっていう大きいイメージはやっぱある。これ使ってたら慣れる、もともとこれで入ってたら慣れるとは思うんですけど、32センチから35センチにやっぱ変えると3センチ差があるんで、やっぱ相当でかく感じます。はい。で、これによって運転がしにくいかって言われると俺はあんまり感じないかな。ただまあ32の方がコンパクトでいいよねっていう感じで、スウェード、このスウェード、あの K はちょっと関係ないんですけど、スウェード地だいぶいいっすね。はい。ちょっとボロボロ落ちてくる感じもないので、はい、よくね、あのスウェード地だと手にボロボロつくみたいなのよく聞くんですけど、全然つかない。あのすごいいい質感でございます。ワンチャンこうちょっとね、ドライオイルみたいなあの革の製品をちょっとメンテするものとかなじませたらもっと良くなるかもしれません。かなり、まあ手汗とかで多分結構良くなっていくとは思うんですけど、かなりいい感じでございますね。はい。うん、ただ個人的には俺32が好きっすね。はい。なんかすごいこれいいってはなんなかった。あのスウェード地とかすごい、この OMP のハンドル自体はすごいいいんですけど、32のこの感じ、でかさ、じゃあ35センチのこのハンドルの径がすごい使いやすいって感じではなかったですね。はい。まあ、ちょっと引き続きドリフト行ってみましょう。はい、ということで久しぶりにですね、ドリプレ来てみました。はい、ドリプレを久しぶりに走っていきたいと思います。いや、めっちゃ久しぶりだなっていうか、ドリフト自体が久しぶりなんですけど、ですね、大きいけどもセルフステアが遅くなるってことはなく、かなりいい感じに修正度が得られますね。まあ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 、印象としてはやりやすいっすね。あの32センチのハンドルでドリフトするよりも、あの全然こっちの方がやりやすいっすね。ちょっとね、FFB の感じっていうのは多分ハンドル系でやっぱり変わってくるんだと思うんですけど、印象としてはね、非常にやりやすいっすね。はい。感じだと思う。まあドリフトはだいぶやりやすい印象でしたね。はい。ただハンドルが大きいので手を動かす動作が結構あるというのが結構イメージとしてはありましたかね。はい。なので、まあ、35は、まあ、正直言うとでかいかなっていうイメージ。あの全然32センチでもドリフトはしやすいんですよ。はい。35だとやっぱりね、だいぶなんて言うんでしょう、あのドリフトはしやすいんですけど、あのドリフトしやすさの恩恵がそこまで大きくないかなって感じですかね。それこそあのドリフトのイベントとか出る人たちだったらありだとは思います。はい。あのドリフト専用で使うとか、そういう感じで、グリップでもやっぱり走りたいっていう人はやっぱ径小さい方があの運転しやすいんですよ、グリップに関しては絶対。なのであのそこはもう本当に各々好みあると思います。身長、座高、そこも含めて選ばなければならないので、はい。ただ
俺的にはですね32かな。32が一番あの K としてはね、K としてはいいと思います。であと OMP のこちらのハンドルがですね、ガヤハンよりも軽いと、35センチで、32センチ K の、ガヤハンよりも軽かったんで、あの32センチの OMP のハンドルは一体どれぐらい軽いんだっていう疑問、はいあの高いんで、あのそんなに数は買えないんですけど、あのワンちゃんめちゃめちゃ軽い可能性があるんで、でまあこのハンコンのベースも結構重いんですよ。でそれに加えてですね、あの FFB って強さが決定してるんで、まあそこ含めてですね、ちょっとまあ機会があったら32インチ OMP もしくはモモハンですね、はい、ちょっと使ってみたいなと私的にも思っております。はい、ということで本日はですね、こちら、OMP ハンドルの35インチハンドル使ってみました。はい、あの私個人としては32センチのハンドルがおすすめです。はい、あのいつも使ってますけども、まあいつも使ってるから慣れてるっていうのもあったと思うんですけども、35センチのハンドルをこの使ってですね、感動っていうものはなかったです。あのちょっと大きいなっていう、まあ大きいがですね、扱いやすいではなくて、あのネガティブな感じの大きいなだったんですよ。なので32センチを私はおすすめします。はい、シムは32センチが一番扱いやすいのかなと思います。はい、G29 とか28とか29からのステップアップで32センチだったらもうちょうどいいと思いますんで、はい、あとまあシムっていうこの環境周りですね、はい、目線が隠れるとかそういうのもないので、はい、まあ、32センチがまあ答えなのかなというところで、私はちょっと答えを出してみました。はい、あの35センチのハンドルね、数よく実写版だと売ってるんで、まあ、間違って35センチ買っちゃう方もいらっしゃると思うんですよ、じいさんみたいに。で、まあ、じいさんはちょっと今回私にあのプレゼントしていただいて本当にありがたいんですけども、まあ企画としてね35センチちょっと使ってはみましたけども、やっぱ競技として速く走りたいとかそういうのがある方はやっぱり32センチで、あの悩んでらっしゃる方は32センチをおすすめします。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。本日は視聴者様のね、まあちょっとイニシャルになってしまいますけども、じいさんからいただきましたこちらの35センチのですね、35ファイの、OMP のハンドル、俺があの OMP のシューズ履いてるからちょっとプレゼントしていただけたというところで、本当にありがとうございます。こちらまたね、このハンコンベースではなくて、クイックリリースのみ単品のやつにこれちらちょっとつけて、ドリフトはしやすいんで、間違いなくドリフトは32センチのハンドルより35の方がドリフトはしやすかったです。はい、それだけは言えます。なのでドリフト専用のですね、ちょっとハンドルとしてドリフト専用ハンドルをちょっと作っていこうかなと思い、ハンコンのステアリングねとしてちょっと今後ちょっと作ろうかなと思いましたので、はい、こちらの方ありがたくまたドリフトの方で使っていきたいと思いますんで、はい、ありがとうございます。ということで皆さん、またですね、今度最近流行りのですね、フォーミュラーハンドル、私何気にですね一番最初に使ってたんですけども、全く使わなくなりまして、でワンチャン最近ですね首都高でフォーミュラーハンドルが速いんではないのかっていう疑問が浮かびましたので、そちらの検証企画をですね今度やっていきたいなと思っております。はい、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということでまたですねラバちゃんのこちら、アセットコロさんのですねハンドル企画動画撮ってきますので、そちらの方でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。